Peggy 16. バイオ、まあ、レジェンドイビルが、テーマ、まあ、取り扱っている題材としてウイルスっていうものはですね、実はその辺にあるものだと思うんですよ。まあ、僕らが目に見えてないだけで空気の中にはウイルスなどがいっぱいありますよね。でそれがきっかけで風邪をひいたりですね、まあ、怪我した人がそのところにウイルスがつくことによって、まあ産んでしまったりとか、そういうわけで体の変化を及ぼすきっかけになる身近なものっていうところにウイルスっていうのはポイントがあるかなと思うんですけども、レジェンドウィルはそこに対して、まあ、人間がこう怖いものを想像するっていうイマジネーションを加えた結果、バイオがゾンビができたりですね、ウーズができたりと、まあ、そういった感じで、皆さんをこうなんでね、身近なものを題材するからこそこうなり得るかもしれないっていうふうに思って、さらにその中で新しい敵がどんどん出てくるっていう形で想像を膨らましていきやすいものっていうのがこのウイルスっていう題材のいいところかなと思います。ですね、レイチェルとか皆さんがメーデーさんと呼んでいるスキャグデッドとか、クリーチャーとして初めてユーザーに遭遇する前の過程を描くことで、もともとはその人が普通に生きてた人間であってウイルス感染によってそういう恐ろしい異形のものになってしまったっていうことを描くことで、より気持ち悪い、またはユーザーもひょっとしたらそういうことになってしまうんじゃないかっていう予感をさせて、気持ち悪さっていうのはものすごく描かれてるんじゃないかと思います。グラフィックを良くしていくっていう面が一つあると思っています。ですがやはりいろんな会社の方たちがいろんなゲームを作っていく中で、グラフィックっていうのはどうしても差ができづらくなっていく中で、このリベレーションズの中ではその雰囲気をとても大事に作っていると思っています。ですので画面にかかる効果であったりとか音であったりとか、その雰囲気空気感っていうものをとても大切にしているので、そういう中で気持ち悪い感じがする、怖い感じがするというところにとても重要なファクターとして設けて作ってこれているんじゃないかと思っているので、このゲームを遊ぶことによって気持ち悪いっていうのもいろんな種類があるっていうのをまた分かってもらえたらいいと思います。